1月4日小牧市公民館で市政功労者表彰式新年賀詞交歓会が行われました。会場に集まったのは受賞者や関係者など合わせておよそ350人です。今ご覧いただいているのは市政功労者表彰式の様子。式では初めに山下市長が挨拶しました。皆さん明けましておめでとうございます。市民の皆様と共に安全安心で魅力と活力あふれる小牧市を創造し、子や孫の世代へと引き継いでいけるよう誠心誠意全力で取り組んでまいる所存でありますので、皆様方の変わらぬご指導とご支援を心からお願いを申し上げます。次に行われたのは市政功労者の表彰です。対象となったのは小牧市の地方自治の進展やスポーツ体育の振興、火災予防の普及啓発などに貢献した15人。山下市長から出席した受賞者へ表彰状が手渡されました。あなたは多年にわたりスポーツ推進委員としてスポーツの振興に貢献され、その功績は誠に顕著でありますので、小牧市表彰条例に基づき表彰します。あなたは多年にわたり保護者として地域住民の福祉の向上と地域社会の発展に貢献され、大変ありがとうございます。続いて行われたのは叙勲褒章受章者の紹介です。平成30年に受章したのは20人。式では代表者へ記念品が贈られました。この後声高らかに乾杯が行われました。ご申し上げまして、乾杯の杯をあげたいと思います。乾杯。式の後に開かれたのは新年賀詞交歓会です。皆さんは名刺を手に新年初顔合わせとなる交流を行いました。どうも、お世話になっております。今年も1年またよろしくお願いします。ありがとうございます。またよろしくお願いします。参加した皆さんは気持ちも新たに新年のスタートを切ることができたようです。大変ありがたい名誉な賞だと思っております。ありがとうございます。これも一緒にやってきたスポーツ推進のみんなと一緒にやってこれたことだし、それとあとは家族の理解があってやれることだと思いますので、本当に特に子どもには感謝しています。夜の会議に出かけたりとか土日の行事に家をほかって出てても子どもたちが理解してくれましたので、続けてこれたことだと思いますので、これは本当に第一は子どもに感謝です。大変名誉なことだと思っております。これも、地域の、振興会の、代表として選ばれたものですから、地域の方々お礼を言っていきたいと思います。スポーツ推進委員15年になりますが、あっという間の15年だったと思います。これが市のためになったと思うと、大変ありがたいと思います。ありがとうございます。保護司を一応16年務めさせていただきました。で社会福祉ということでね、皆さん言ってくださるんですが、私も元気でいられるからこの長くね続けてこれたということで、もうそれ本当に感謝皆さんにも申し上げております。次回の小牧市政だよりは消防出初め式の模様をお送りします。ぜひご覧ください。